ツイートみたいなのやってみたんですけど、田辺みずきショールーム配信中ってなってるかな。あ、生きてる、よかった。こんばんは皆さん。成功した、やった、できた。そう、前髪整ってるんです今日ね。前髪固めてるから相変わらず外がうるさいんですけど、まだ閉めてるよね。大人って、うん。田辺ももう二十歳の年になるから、大人パ目指さないと。そう、3人じゃないんです、1人1人なんですよ。イヤリング、そう、今日イヤリングがお花なんです。なんかに乗せてたかもしれない。仕事お疲れ様です。たこ焼き美味しかったんですよ。みっちゃんはなんでいつも焦らすの？なんか焦らしてる？今日はそう、ふえちゃんのね、誕生日で、外に出ることはできないから、お家でみんなでたこ焼き作ろうってなって。見せました。モバメに。うん。見てね。そう、たこ焼き。たこ焼きめっちゃ久しぶりに作った、みずき。あ、じらすだった。ありがとうございます。焦らすとか言っちゃった。じらすね。ほんと漢字苦手、みずき。そう、作って、みずきはいつも人任せにして、人任せっていうか、なんて言うんだろう、そんなに進んで自分から作ろうとあんましてなかったから、すごい久しぶりに作った気分。別に食べる専門的でもないんだけど、なんか生地は混ぜたりするけど、こうつっついてうまくひっくり返す自信がないから、いつもやってなかったんですけど、今日やったら結構できた。キムチ入りのたこ焼き、キムチ入りのね、たこ焼きしたんですよ。キムチの大きさとか何も考えないでドバって入れたら、キムチ大変なことになって、めっちゃ無理やり丸の中にキムチ入れた。誰が返すの、うまかった。ももちゃんうまかった。ももちゃんがうまかった。他にはたこ焼きだから、たこ焼きだからキャベツとチーズと、なんだっけ、揚げ玉みたいなやつと、ウインナーとコーン入れた。そう、今回はね、ロシアンルーレットみたいなのしなかったんですよ。でも次やるときやってみたいな。確かに面白そう。でもロシアンルーレットみたいなやつやるときって何入れればいいんだろう、中に。
なっちゃった。あ、チョコたこ焼きもした。美味しかったけど、なんかでかいチョコにした、なんだろう、一口サイズのよくあるブロックのチョコみたいな、なんていうの、ブロックっていうか、なんかちっちゃい四角いチョコを入れたら結構いっぱいいっぱいで大丈夫かなと思ったけど、結構大丈夫だった。綺麗に丸まった。わさび、わさびか。え、でもさ、みんなで作ってるのにわさびとか入れたら普通にバレるくないですか？あ、誰かがこっそり入れるのか。かつお節かけますよ。ちなみにももちゃんかけない派。 なんでかけないのって言ったら、味しないじゃんって言われた。 ケーキは丸いケーキを買いました。シャッフルするのか。ああ、そういうことか。あ、お皿に並べると。なるほど。それか。今日はですね、普通に作るじゃないですか。作ったらそれをなんていうの、みんな焼けたやつからポンポン皿に入れてったから、そういうことね。なるほど。ももちゃんがめっちゃうまかったんですよね、ひっくり返すのが。ちゃんこんばんは。こんばんは。そう、ももちゃんがねめっちゃうまかったんですよ。なんかすごかった、プロ。え、もうこれいいかなとか言って、なんかすごい綺麗にくるんって回すんですよ。 だからもうほとんどももちゃんに任せた。そうだよ、田中のね配信もめっちゃあくびするの。てか多分話してるとなんかあんま息吸わないみたいで、酸素吸わないみたいで、酸素届いてないらしくて、脳に。めっちゃあくびしちゃう。田辺は不器用。多分。でもね、ちょっとできるようになった。失敗ね、キムチがなんかあれだったな、大きくてか、そのままドバッて適当に入れたらちょっと大変なことになった。焦げちゃった。やばい、めっちゃなっちゃうんだが喉。でもなんかね、しばらくやってたらめっちゃなんか綺麗にできた。タコくるってました。わかる。お腹かな。なんか喉っぽい気がしたんだけど、今気のせい、お腹かな。 ゆうちゃんの今のつもり、小さく生きてみてる。いいね。みずきたちはフルーツいっぱい入ってたケーキ食べた。本気の上が見てみたい。でもね、最近ちょっと胃が小さいから、ちょっと無理。
でもやってみたい、いつか。イヤリング大人っぽくていい。いえ、多分なんかで載せた、インスタかなんかに載せた気がする。あくびは伝染するよ。あくび出た、出ろ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 だって。そう、フルーツケーキ、フルーツケーキっていうか、上は表面、表面なんていうの、なんか上、上かドンドンドンって感じで、中になんか桃とかいろんなのが入ってるみたいな。みずき嫌いなフルーツないんですよ、それが。配信8時半までしますね。ほんまに、ほんまに。ふゆちゃん始まったよ。うん、ちょっと無理だった。お腹いっぱいだった。めっちゃ作ったんですよ、たこ焼きみたいな。本当にいっぱい食べた。今日粉しか食べてない。タコパ配信、そうですね、いつかやりたいと思います。だってケーキ、ケーキも粉じゃないですか。ケーキも粉だし、たこ焼きも粉だそう、この間は飴ばかり食べて、なんか、なんて言うんだろう、甘いもの多分水着あんま食べれない。飴もね、結構やばくって全然食べれなかった。食べたんですけど残っちゃってるから食べたんですけど、結構きつかった。あ、多分甘いのをいっぱい食べるの無理だなと思ってて。粉物食べてください。そう、飴でフルーツで、なんだろう、夜ご飯だから全然いけるかなと思ったら全然ダメだった。え、そう、なんか違うの、あの飴はなんかフルーツなんだっけ、本当はイチゴとマシュマロだけにしようと思ってたんですけど、ブドウも美味しそうだなと思ってブドウも買って、そしたら結構いっぱいだった。そうだからか、あれだと思う、ブドウ、あれブドウ多分全部食べてない、確か。お腹いっぱいすぎて、前髪をさっききれいに戻そう、固まってるからね、戻るの。だから押されると変な形になるんですよ、ほら。田辺小顔じゃない、今日ね、びっくりした、多分太ったな、顔もバンってなってるから痩せなきゃ。後でちょっと動こう。
やばい、いっぱいジャンプしよう。マーニー、あーマーニー、そうですよね、9時か。ちょっと気になる、気になる、気になる気いてみたかった。なんか言いたかったんだけどな。そう、あのですね、今日あの夢でなんか昨日ずっとコナンを見てたんですよ、田辺。なんかいいのないかなと思って、なんかそう、え、なんか練習とかもするけど、家に行って練習とかも、なんかそういう夢トレとかもするけど、なんか集中力切れて何も一回したくない時ってあるじゃないですか。わかりますか。そう、その時にコナンを見てたんですよ、水木は。コナン見てたら、でもちょっと多分3日後ぐらいに飽きちゃうかもしれないんですけど、見てたらもうめっちゃ面白くて止まんなくて、で夜寝る前も見てたんですよ。そしたらそれ見て寝たんですよ。そしたらなんかあれです、夢の中で出てきて、なんかそういうシーンっていうか、なんていうの、コナンのやつが出てきて、え、途切れてます？嘘。そう、何の話か全然覚えてないんですけど、解決してなんかすごいスッキリ起きれたんですよ。でもなんかめっちゃなんか怖かったような気がする。え、どっちの、え、分かんない、覚えてないんですよ。アニメの方だと思っ、アニメキャラクター出てきたかな、どうだろう、キャラクターが出てきたか、実際に水木がそういう事件に関わったのか全然覚えてないんですけど、それも覚えてないし内容も覚えてないんですけど、なんかとりあえずなんかそういう事件があって推理して終わりっていう夢が出てきて、なんかめっちゃすごかった。水木が真実はいつも一つって、水木がいたら絶対決まらないですよ。こんなグダグダな話し方だから。そう、でも水木が永遠に寝てるから、多分もしかしたらそうですね、解決しちゃうかも。変えますね、真実は いつも一つみたいな。なんかバシッて決めるところで決まらない感じになっちゃいそう。うん、麻酔銃いらないよ、水木の場合そのまま寝れる。みっちゃんの子は誰がやってくれるのかな。ももちゃん。いや違うな、みずきのモノマネうまいのはひめたんだから、ひめたん、ももたん言ったらすごいことになりそう。
ね、でも面白いですよね。で水木そうびっくりして、なんかいろいろキャラクターもこれも場面描いたからあんまり言えないか、そうなんかキャラクターがこの人謎だと思ってて、この人何なんだと思ってたけど、これなんだみたいなのがやっと分かって、多分遅いんですけど、めっちゃ遅い、みんなもう分かってることなんですけど、それをに気づいた。なんだっけ、赤井秀一の正体に気づきました、見る気はなんか今の光の加減テカテカして見えたけど、下げたら大丈夫って、なんでテカって見えるんだろうそう、安室さんとかね、そうそうそう、そこら辺のね、気づいちゃった。え、赤い秀一のモノマネできるよ、今度待ってますよ、握手会で水木ランニングしてないよしてないよ、水木はランニングね、映画延期になっちゃったよね。水木も今さめっちゃ見てたからさ、この水木自身のさコナンブームに乗っかって見たいなと思ってたら延期になっちゃった。コナンどの辺から見始めたの？コナンはどの辺、なんか映画見てて、その後になんか赤い秀一特集みたいなのがあって、あ、そういうの見てこの人わかんないやと思ってそれを見てた、ずっとみなさんはハマっているなんかありますか？時間過ぎてきて、やろう。ワンピース水木も好きだよ、割と詳しい。でも最近のはあんま分かんないかな。みちゃんにハマってる、ありがとうございます。え、新刊出たの？ペローネなんか美味しそうな名前。うーん、でもなんか鬼滅はなんかいろんな人が消えてしまったっていうのを聞いた。やっぱりなっちゃうよ、なんか水木もチェックしなきゃ。食べない、お腹いっぱいのからの消化音って感じ、今のお腹の鳴り方、どちらかというと。
そう、約束のネバーランドってやつもね、ちょっと気になるね、みずき。気になる、見てみよう。髪型できる。なんだっけ。